ポイデシです。今日は電動レギュレーションのね、電動ポイントが変更になりましたというお知らせです。はい、9月末にね、公開されましたけれど、電動レギュレーションというねものがありまして、そこのねいわゆる禁止カードですとか、あるいはあんまり多く入れることができないカードとかね、そのポイントを、一部変更になりましたよというね、そういうお知らせでございます。はい、そもそもね電動レギュレーションの場合4ポイントになるまでカードをね入れることができます。で、ここにですね、例えばね1ポイントのカードであれば4枚、2ポイントであればね2枚、3ポイントであれば1枚プラス1ポイント入れて4枚とかね、そんな感じで組み合わせも OK なんですけれど、4ポイント以下になるようにデッキを組まなければいけないと。はい、でここにですね1ポイント2ポイント3ポイントに、それぞれですね新しいカードが追加されました。またね禁止カード扱いだったカードからね一部カードがですね、変更になりますという、そういったお知らせでございます。電動ポイント1ポイントのカードが2枚増えました。1個は、シェイミン X、 それからもう1個が探求者ですね。シェイミン X はですね、かなり非常に強力な特性を持ってまして、手札から場に出しますと手札が6枚になるようにカードを引けるというね、皆さんご存知の強力な特性を持ってます。でそのね特性は実はね、電動ポイント3ポイントのですねユクシーというカードがですね種ポケモンで、かつポケモン EX でもなくて HP がねレベルボールで持ってこれる HP で、かつなどシェイミン X 特性に近くてですね、手札が7枚になるまでカードを引けると、そういった特性をユクシー持ってます。このユクシーがね3ポイントあるんで、シェイミン X はねそれに比べると倒されるリスクもありますし、引ける手札の枚数も少なく、かつレベルボールでね持ってこれませんというところもありますので、少しポイントが下がって1ポイントという形でね入っていきますというところです。はい、で、探求者の方はですね、今までねこれもポイントなしでしたけれども、新しく1ポイントになります。アセロラとかはねダメ感が乗っているポケモンを、手札にね全部ついているものを全部含めて戻せる効果でしたけれども、探求者に関してはベンチポケモンでさえあればねダメ感が乗っていなくても戻すことができます。でね軽石とかを使えば結構逃げやすいかなと思うんで、 AZ やねアセロラよりもね使いやすい場面があるかなと思います。最近ねポケモン GX のね2進化も結構強いんで、こういうカードはね、ポイントが入ってきたという感じかもしれません。はい、続きまして2ポイント、まずねフェルディオ EX が2ポイントからね外れていきましたね。はい、で新しく増えたカードね、まずネンドールです。ネンドールはポイントが変動したのかな。はい、こちらはねオクタンよりも使いやすいカードかなという感じの進化のポケモンですね。シェイミと同じ効果持ってますんで非常に使い勝手がいいです。ただ最近はねオクタンとかゾロアク GX とかもねありますから、そっちをねポイントなしで使ってもっていうところで、そこはね選択の余地があるかなと思います。はい、で巨大植物の森がね2ポイントになりましたので、2枚しかねデッキに入れられなくなりましたね。ただ禁止カードではありませんから、最序盤にはね少し使いにくくなりましたけれども、ルザミーネもありますから何回でも使っていくっていう意味ではね、巨大植物デッキもですね、全然ありかなと思います。ダーテングがですね3ポイントの方に移ってきましたね。はい、ダーテングと巨大植物の森はですね一緒に使えないようになってますから、ダーテングが禁止カードから外れて消えましたという感じかもしれません。はい、でホレトスの方がね3ポイントに上がってきましたね。これですね特性がエネルギーがつけばつくほどね、お互いのポケモンにダメージを与えられるという感じなんですけれども、サンドムーンシリーズ白龍がね進化の祈りを使いますので、進化の祈りを使った後にひたすらデッキをねガンガン回してってエネルギーをいっぱいつけていくということをしておくと、ベンチポケモンが倒れようがなんだろうが
ひたすらダメ感を置いていきますから、まあ、300ダメージ分ぐらいねダメ感をねそれで置いていけばもうそれで相手のポケモンを全滅してもう勝つということもできちゃうと、はい、いう感じのかなりえぐいポケモンなんでね3ポイント入ってきたかなという感じであります。 2,3 匹ね立っちゃうと結構だいぶしんどいんで、1匹だったらまだ大丈夫かなというところかなという感じですかね。最後ね禁止カードからトロピカルビーチがねなくなりましたね。結構これね手に入りにくくてかつ効果もねオンリーワンの性能をしてるんで、まあ、禁止カードとしてねあったような気もしますけれども、こちらもですね新しく解禁になっていくという感じです。はい、というわけでね、電動ポイントの変更のお知らせでございました。そもそも電動レギュレーションとは何ぞやというのねいう回をせっかくなんでねやろうかと思ってますんで、そちらもね電動ポイントって何のこっちゃという方はねそちらも見ていただけると嬉しいです。というわけでまた次回バイバイ。